はいどうもお疲れ様です。FX オリガルヒの皆様、3月8日深夜3時の相場解説になります。大きく上の方にドーンとね、突き上げましたね。まあこれは一旦置いとくとしてですね、ちょっと振り返りをしてみようかと思います。今週はですね、このダブルボトムからの上げがあって、そこからですね、一旦下がったんですけども、またね、上がっていくようなところを見せて、昇降状態のまま、 ここを天井にして今度はダブルトップをね小さなダブル,ボト,ムあダブルトップという言い方しましたけども小さくこう下の方に沈んでいきましたこの辺りで前回の相場解説終わっていたんですけどもまあそういうことなんでレンジオプションを引いていこうねということを申し上げましたこの天井と135の556というね赤いラインですねこんな形ですでこのまんま水曜日木曜日を過ごしていきましょうということでした えー、そうするとですね深夜のうちに寝動きがまたね始まりまして、えー、このようにレンジオプションの下をついてですね、まあ、本来ならここで倍に入れるタイミングだったんですけども、まあ、深夜だったんで、えー、私の場合は寝ていましたんでね、えー、全く手を出せなかったんですけどもただ起きている方 とかでしたら夜更かしされてる方でしたら夜勤されてる方ねここでエントリーすることができたんではなかろうかと思いますそしてここまでがしっかり取れたんではないかなと思いましたね、まあ、レンジジンオプションを設定してればこういうことが可能になりますんであとは運の問題ですよねあの起きている時に見ている時に実際これが使えるかどうかってことになりますのでレンジオプションがいかに使えるかってことになりますそしてその後このレンジをブレイクアウトしてですね ここまででで伸びたわけけなんですすどももその際もですねブレイクアウトするポイントを決めておけば例えばこのこちらの方の天井にしておくとかねそれからヒゲで一旦戻ってますんで今度ヒゲを越えたらとかねこっちでもいいと思いますけどもここを越えたら倍でエントリーしようかなと決めておけばこちらの方の伸びを取れているかなってところでございます。ここれはいつもお話してるところですよね じゃあ今回ね、このね、上昇が何で起きたかということをちょっと解析してみましょう、えー、こちらですね、えー、パウエル FRB 議長が利上げペースの加速をちょっと示唆したんですよ、まあ、それがね、あの深夜のうちに起きたんでこのような動きになったということですじゃあ記事をちょっとね、読んでみましょうかはいいろいろ書いてますけども3つにまとめられておりますすこここででね、はい、ポイントってとこです パウエル議長は米連邦議会で証言に臨んだとデータ次第で利上げのペースを加速する用意があるということで再度、ね、利上げを上げていこうかってことですよね、うん、でインフレなどについては軟化傾向が一部逆転したというふうに分析したということですあとは記事の方を細かく読んでいただければいいと思いますけども、えー、チャートの方に戻りますまあこういったことがありましてこの動きが出たってことですよねただ このファンダメンタルの動きもテクニカルでちゃんとカバーできるっていうのはもうお分かりだと思いますレンジオプションをここに組んでるわけですからブレイクアウトをしていけばいいってことですからねですんでいかにテクニカルがファンダメンタルをもこうね量がしえるってことなんですよそれを分かっていただければ今回はいいかなと思いますねえとにかくねレンジオプションの使い手になることによってファンダメンタルですらブレイクアウトで取れるわけですよこれが上に行こうが下に行こうがですよ だってブレイクアウトってこの箱を越えたらそっちの方向についていくってことじゃないですか。じゃああとはねこれから先のことを考えなくてはいけません。うん、この大きな動きの後に来るのが半値戻しとかね前値戻しとかねああいった動きになりますけども。 一旦このレンジじゃないあのファンダメンタルが落ち着くまでやっぱりね数時間待たなければなりません、えー、その後でまた新しいレンジを組んでいくのか新しいフォーメーションが見えるかってことになってきます、えー、まあそんなところですかねいずれにしても今週136円137円方向に固まるというふうな ことで1週間を見ていましたけどもまあ、この分だと計画通りにもう135円台に戻ることはないだろうなっていう風に考えて136円台もしくは137円台もねもう間近ですよね、うん、考えてた通りになったかなっていうところでございますはいじゃあまた数時間後に追加放送しますねお疲れ様でした FX オリガルヒではこの辺もねきちんとサポートしております だましも戦略に組み込むえぐれ攻略方法というふうに言ってますねこれだましだましって言いますけどもこれもちゃんとね作戦に入れないとダメですよってことなんですよねそれをやってくれるのがこの FX オリガルヒということになりますさあ次の画面なんですけども例えばねどんな方が実績を出してるんでしょうか、えー、FX オリガルヒこれはご本人様の映像ではないんですけどもイメージですあくまででも年齢71歳で FX オリガルヒに参加して半年間で100万円の利格をされてましたからねこれ度々ね進捗とともに紹介してきたんですけどもこの度こういった一般動画で公開するのは初めてです、えー、ご本人さんねどうしてもね出たくないということなんでこういうふうな画像になりましたけどもねはいその他ですけどもこんな方もいらっしゃいますはい42歳で独身の女性ですこれ今現在独身の女性なんですけどもこの方はね私のサポートを 計って4年目になるんですよ。個別指導という形です、えー、年間300万というのはこれはね。今年この方にえー、ま頂、あ、い,いた年間の指導料です。ま300万はいただいたんですけども、昨年2000万の利確をしてますんでねえー、300万 <laughs> なんか払ってくださったんですよ。 ちょっとこの辺の細かいことは今の時点では申し上げられませんけども簡単にこの方とのね略歴を申し上げておきますこの方4年前に私の FX のコンサルをね 希望さされて申しし込んでくださいましたそれまで FX のコンサルは私別にあの受け付けてなかったんですけどもこの方がね言い出してコンサルをしてくださいってことだったんで1年目は、まあ、100万円で請け負ったのがあ1年間ですね1年間のコンサル費100万円で請け負ったんですけどもこの方はあのプラスにはなりませんでしたプラスゼロって書いてるでしょ でもですね、内容にものすごく充実感があった、納得感があって、テクニカルがこれで身についたかもしれないと、もうちょっとやってやらせていただきたいということで、2年目はね、200万円でコンサルを申し込んでくださったんですよ。まあそうすると2年目は800万の利益を出すことになりました。まあ私も二人三脚でやらせてもらったんでね、非常に細かいサポートになったんですけどもね。そして3年目なんですけども、3年目にはね、えついに、あの、これ200万のコンサルフィーいただいてたんですけども、2000万。 ね、2000万の利益を上げたということになります。いや、すごいなと思って、今年4年目に突入したんですけども、4年目は感謝でね、じゃあもう今年で多分サポートをいただくの最後になると思いますんで、300万円のね、えー、コンサルフィーを利益の中からお出ししますんで、ってことで、今年、現在4年目に突入しております。まあ、この方のね、コンサルの下地があったんで、FX オリガルフィーをやる、このね、えー、私も気持ちが、 高エフてクスオリガルヒでやるかって感じでこの方と同じような指導まっく同じじゃないですけどもね同じような指導でエフクスオリガルヒというのはあの構築しておりますまあこの方はね私の手元を離れてもう完全に1人でやるそうなんでえなんかちょっと寂しい気もしますけどもね今年久保さん最後のコンサルお願いしますって形でね300万をお支払いいただいたということなんですけどもいやでもね800万トータルで私にコンサルフィーをこの4年間で払ってくださったんですよ でもこの方のの方上げた利益ってのは万でですからねで4年目はまだ全然始まったばかりであのどのぐらいまでいくのか分かりませんけどもまあ3000万いくかどうか分かんないけども2000万を切らないようにいきたいとか言ってましたねプラス昨年はねやっぱり特別なトレンドの動きがあったんで2000万はできすぎだってことはねよくよく私とこの女性とで確認していたんで、まあ、今年ね1000万を切らない程度でも優秀だと思いますよ。 ま、どちらにしても、お金の問題をね、急に解決してくださったっていうのは、なかなかすごいことだなと思います。で、この42歳、独身女性の方、今まで何回か、あの、FX オリガリ内では紹介したんですけども、ちょっとこの辺ではね、詳細をお話しすることは控えさせてください。ただし、お問い合わせがあった場合は、この方のことをもうちょっと細かく、詳しくお伝えしようかと思います。ね、FX ってすごいでしょはい。<laughs> それでね、こういった画像になります。あ前代未聞です。私がね、 fx のテクニカル相場解説をやってもう7年間毎日やってますからね。で、fx オリガルヒは皆さんにお見せしてないところも1日に何回も何回も放送してます。多い時は10回ぐらい放送してますんで、10回ともなるとね、本当にね、2時間に1回ぐらい動画が送られてくるような感じです。ということで、ちょっと下の方を見ていただきたいんですが、 お金の問題解決特にね40代50代からあのすごく大変な作業をねたくさんやったりとかアフィリエイトやったりとか転売であの梱包したりとかサポートしたりとかってすごく大変なんですけども FX は本当にパソコンだけで商品もありませんし集客もいりません完全攻略をもしねお金の問題解決望むなら FX オリガルヒに挑戦していただきたいと思います価格はもうすでに今ねかなりの価値が高まってしまって当初はもっと安く。 スタートしたんですけども49万8000円で令和5年は固定しておりますはいそしてですねまあいきなりこの FX ゴリラリーもどうかなと思う方は基礎用語基礎概念から覚えたいっていう風なね FX の基礎講座これ2019年度版なんでちょっと古いんですけどもでも内容は今でも使えますそれはまあ FX ってのはあの年とともに理論が古くなるわけじゃないんでねただしもう年代も過ぎてるんで29十8000円で当時出していたものを今回は 5万円で販売させていただきますこれ毎日ね1分の相場解説あ相場解説じゃない基礎用語基礎概念の解説を、えー、動画でお届けしますメールでお届けしますこれを3ヶ月やっていただいてマスターしていただくってことになりますですんで FX 本当にまだ自信がないんだけどなとかね まだデモをやってるところなんだけどな、もしくはデモもまだできてないんですよと、相場解説、あの、講座解説か、講座解説もまだいまいちなんですよって方はね、こちらから始めていただければいいんじゃないかなと思います。3ヶ月間5万円で学びますんでね、結構安いんじゃないかなと思います。はい、こちらの方もお問い合わせを待っております。じゃあ次ですね、こちらになります。えっ、ー、と、やっぱりね、FX オリガルヒと初級編の間には中級編っていうのがあるわけですよ。 この FX の中級編ではテクニカルを学んでいきます。FX 攻略に必要な4つの技術を私がまとめました。逆田五法、ゾーン、フォーメーション分析、エリオット波動。この4つの技術を身につけることによって、なんか移動平均線すら使わないですからね、私の場合は。移動平均線を何で必要なのか、未だにちょっとよくわからないところがありますけども、まあ、移動平均線がもし必要でしたらね、また講義に詰め込みたいと思いますけども、とりあえずはこの4つがマスターできれば、あー テクニカルは攻略できると思います。こちらの中級編は半年間、週1回目安の配信で全44講義です。まあ、あの、やっぱり半年間ぐらいはね、じっくり学ばないと身につかないと思います。で、これをね、2022年版、実はこれ2019年出してるんですけども、それを改定して2022年版にしたものを29万8000円だったんですけども、今回は9万8000円で、期間限定で皆様に、この動画をご覧の皆様にお届けしようかと思います。 はいじゃあ次の画像ですねいよいよ最後になってきましたはい FX オリガルヒまとめますよオリガルヒは上級編とも言っていいのかな全てを網羅している49万8000のパックですこちらの FX オリガルヒには基礎講座と中級編希望の方にはこちらの方もタダでお付けしますえそしてオリガルヒはまだちょっと早いんだけどなとまずは基礎から学んでいきたいなって方は29万8000の基礎講座を5万円でそして中級編 そうだなテクニカルをちょっと勉強していきたいなって方はね基礎用語を既に入ったという前提でこちらの中級編の方を提案させていただきます29万8000円を今回は9万8000円ということでございますはいじゃあお問い合わせ先とそのほかでございますね割引期間は令和5年の3月14日火曜日までです、まあ、この時点でお申し込みもしくはお問い合わせがない方はあ正規のね 29万8000円戻っちゃいますんで、えー、ぜひね、安いうちに、えー、ご購入ください、えー。お申し込みとお問い合わせはこちらの方でメールをいただければと思います。懸名には FX 割引と書いてですね、カッコであなたのお名前を添えてください。そして、いつものメールアドレスによろしくお願いします。ということで、今回のご案内は以上になります。よろしくお願いします。